新秋文陳明文は台湾の政治家、立法院議員、現下議県長、かよし県牧師氏生まれ、民主進歩党所属、党内では蔡英文連選に属する。現在は民主進歩党中央常務委員、台湾の自治の歴史において最も若くして県議長となった。かよし農業専科学校を卒業後の23歳の時に県議員となり、 27歳で県議長に任命された。衝議員として勤務した際に東海大学を卒業している。彼は衝議員、国会議員としての経歴を得、2001年にカヨ県庁に就任し、2008年に退任した。退任時の支持率は60%以上と非常に高く、現在でも根強い人気を誇っている。民主進歩党において、 重要な役割を担っており、主要な任務はご都議員や都議員の候補者を推薦することである。現在は2010年2月27日に行われる国会議員選挙に立候補している。民主進歩党の申請として絶大な支持を得ている。また、元総理である、総さだと現在の民主進歩党主席である、蔡英文とは台湾の政界において交友関係が深い。 2016年5月に沖ノ鳥島近海で台湾漁船が日本の海上保安庁に打破され日本側に担保金が支払われた時には弱腰であるとして馬永久政権を批判している一方で本県については事態のエスカレートは避けなければならないとして慎重な姿勢も見せている2019年台湾高速鉄道の車内に 現金300万台湾元入りのスーツケースを置き忘れた。現金の使徒は息子の事業のためのものであったとしている。ありがとうございます。